ロッテ、外に残留を要請。ロッテ、外に残留を要請。リーグ2位の88打点。自身も残留熱望。ちゃんと残留するまで信じないぞ。シルエットあるからな、某球団の怖いね。そういえばオスナもロッテでやりたいって言ってたな。外はどこも取らないだろう。松本の言うことは何も信用できない。クルーズには残留要請したけど巨人に金で強奪されたと当時言い訳してたのに、ロッテに残りたいから減俸でもいいと逆オファー出してもロッテに無視されたから巨人に移籍したと今年クルーズに暴露されてたからな。ポランコは複数年、メルセデスは最終年だっけ、どんぐらい上げるのかな。外残すってことは大山は取りに行かない感じやね。ポランコが2年目であれだけもらってるだけに、いくら高齢でも外の条件提示は難しいとこよな。外も年齢考えると争奪戦とかにはならないのでは。今年の時点でそれなりに積んでるやろからな。さらに積まなあかんとなれば、祖父番が嫌がらせで取るくらいやろし、普通に残留やろ。最近はセノをフル使って復活させるのうまいね。残留要請、残留熱望ならすぐ決まるはずなんやけどな。ご視聴ありがとうございました。